中年オタッキーです。今日はまずね、またいただき物をしました。そちらの報告からいきます。まずはね、ドリームロコモーティブさんからまたね、モノクロフィルムをいただきました。これ、長巻きを詰め替えてるものになるんですけども、イルフォードのね、デルタ100をね、6本もいただきました。デルタ100ね、使ってみたかったんですけど、結構値段もしますし、モノクロの調子でね、1本、2本じゃつかみづらいので、結構まとめ買いしなきゃいけないんで、躊躇しておったんですけどもね、もうおかげさまでね、テストすることができます。ありがとうございます。あとね、ケイジローさんから、これね、C41 の方のね、エクタ100、これを2本いただきました。これね、プロフェッショナル用のカラーネガフィルムということで、中盤では使ったことあるんですけども、35mm は初めてなんですよ。で、これはね、どうテストしていこうかすごく悩んでます。プロ用のカラーネガを 35mm で使うのは初めてなんで、まあ、どのカメラで行くか。せっかくだから、ベルビアと比較したいんで、EOS-1NHS で行ってもいいかなとか、そんな感じのことも考えてますね。はい、もう本当にね、フィルム代がね、結構かかって、予算が苦しくな、どうしても苦しくなってしまうんで、本当に助かります。ありがとうございます。で、どちらもね、ちょっと、テストしてみたいなっていうフィルムだったんで、本当にね、渡りに船というか、本当にありがとうございます。で、今日の動画は、こちらの紹介していきます。これね、これ骨董品屋さんから買ってきてね、ダメだどうしようもならないって言ってた、これマミヤのオートメトラっていうモデルになるみたいです、どうやらで、これね、なんとかね、シャッター切れるようになったんで、写真を撮ってきました、早速。で、この、作例を交えながら、カメラの紹介をしていこうと思います。それでは動画スタート。はい、このマミヤのオートメトラっていうカメラなんですけども、発売がね、1958年7月、昭和33年ですね。価格はね、ケース付きで 24,800円だったみたいですね。レンズはね、セコール 48mmF1.9 4群6枚構成、ファインダーが一眼距離計連動式逆ガリレオ式ファインダー、等倍、つまり1倍ですね、ファインダー倍率1倍、パララックス自動修正付き、20像ガッチ式距離計、直進ヘリコイドブライトフレーム付き、機線長 40mm、有効機線長 26mm、最短連動距離90センチ、成功者の MXL というシャッターを使用しておりまして、メカニカルシャッター、B、バルブから、500分の1秒までですね。まあ、こんな感じなんですけども、重さがね、742g ということで、なかなかの、重さになっておりますね。まあ、このカメラなんですけども、前回のね、ライブでね、バカ受けした、これ、タミヤさんのね、名前が入っておりますけど、これもうグレーで塗ろうか、貼り替えようかっていうぐらいもう消えないんですよね、これね。シンナーで吹いても全然消えない。もう染み込んじゃってるんでしょうね。特徴的なのがね、セレン光電池を最高までですね、これ蓋がね、ついててね、蓋が開きます。クローズの状態と、これ、入射光式になるのかな、これでね。ちょっと僕、はっきりこれ、使い方がわからないんですけども、どの道にこれもセレン完全に死んじゃってびっくりとも動きません。でね、これヘリコイドもね、これ、ちょっと重たいんですけど、このカメラはね、このヘリコイド、ピント合わせのね、ヘリコイドが完全に固着してしまうのが、持病らしいです。で、僕のはね、シャッターも固着してました。でね、巻き上げはね、これ、クランク式ですけども、パッと見ね、その手動式のフィルムカウンターに見えますけど、これ蓋を開けると、自動的に復帰する、リセットが効くやつです。でね、内部の構造はこんな感じになってまして、
まあ、高級ですよね。これね、作り込みがすごいです。ダイキャスト式ですね。ダイキャスト式でフィルムスライドレールだけちょっと削ってあるような形ですけども。スプロケットも金属製みたいですね。うん。で、まあ、裏蓋の中身もね、見たらわかるんですけどもね、非常に高級な仕上がりになってます。昭和33年でね、2万5千円ぐらいしたカメラということでね、作り込みもね、すごくなるのはわかるんですけども、もう全体的にこの軍艦もそうですけどね、作り込みがすごいんですよね。で、この、ファインダー全面ガラスはね、ここだけ取り外しができます。で、清掃もできるんですけど、このね、カメラはね、結構ね、状態が悪かったですね、ファインダーは。で、ピント合わせがね、結構必死なんですよね。で、今回のね、サクレもね、結構、ピントがね、ジャスピンで出てないものが多いんですけども。それとですね、レンズなんですけど、レンズはね、一応分解して清掃したんですけどね、こうバルブで一応シャッター切ってみるか、バルブ切れるはず。よっ。見えねえか。見えねえかな。後ろ玉のカビが取れなかったんですよ。で、若干残っ、全体的にね、まばらに残っててね、これがちょっと影響を出してしまいましたね。で、シャッターはね、成功者の、MXL ということでね、結構このシャッターは、いいシャッターということなんですけど、僕の分解が下手くそなせいで、100分の1以下が切れなくなってしまいました。まあ、切れる時もあるんですけどね、分解するときにちょっとストレスをかけ、あ、今切れるや。あ、やっぱり切れねえや。うん。ストレスをかけてしまったせいで、比較的テンションが緩い100分の1以下が切れにくくなってしまいました。皆様もね、分解するときは十分お気をつけください。で、結構分解はね、比較的簡単です。これちょっとね、今レンズの前玉をね、外してみますよ。はい、と。結構ね、これもレンズ前玉外れましたね。で、もうシャッター幕出てきます。でね、ちょっとネジ1本なくしちゃって1本入ってませんけど、この3本のネジを緩めて、下のマイナスネジを2本緩めて、で、この上のね、何ですか、穴が2つついてるネジをね、ゆっとね、ピンセットとか、こういうピンセットのね、先端を使って緩めてやると、これが外れてね、シャッターメーカーが出てきます。シャッターメーカーは非常に複雑です。分解するのはちょっと熟練した人っていう感じでおすすめし、注油だけで済ましてごまかすっていうのが一番いいかもしれないですね。よいしょ。まあ、組み立てておきましょう。これ全軍はね、簡単に外れるんで、全軍を外して、全軍をまた外しますよね。全軍を外しまして、シャッター幕が出てきます。シャッター幕が出てきたらね、シャッターが切れる個体だったらね、もうバルブにしちゃってね、で、この状態でね、ある程度クリーニングできますからね、大体ね、その、カビが出る、レンズのカビが出るのってね、絞り前後、シャッター幕とか絞りのね、前後がすごく多いんですよ。そこから出ることが多いんで、ここをね、クリーニングしてね、レンズを取り付けるっていう、もう、だから簡単にこれ、レンズの内部の清掃がある程度できるっていうことで、おすすめ度合い的にはそうなりますね。ただ、後ろ玉のカビがこのカメラの場合は、取れなかったんで、あんまりカビとか曇りがひどいやつは避けた方がいいと思いますけどね。でね、作例を、紹介してまいりますね。はい、今回の作例なんですけどもね、ケントメア400で撮影してきました。で、もう見ていただければわかるようにね、若干柔らかい調子にも見えますが、ジャスピン来てないだけなんだと思います。で、今回の作例ちょっとね、ゴミがよく結構乗っかってるんですけど、そこちょっとね、再スキャンする時間がなかったんでね、多少、僕はね、ピント合わせがね、激烈難しくてね、これもね、ピント出てないと思うんですよね。で、逆光とかね、強い光源にはもうどうしてもね、後ろ、光群の、レンズ光群の、
カビが影響して、ハーレーションが出てしまっています。でね、これジャスピン来たらこんな解像度なんですよ。これがね、1958年のカメラのレンズなんですよね。だピント合わせがちょっとファインダーの状態が悪くて、ピント合わせが難しいっていう状況がちょっと残念はではだったんですけども。で、やはりね、これもね、強い光が入っている写真ですけど、もうこの強い光が入るともうどうしようもなくハーレーションが出てしまいます。どうしてもね、光群に、レンズ光群にカビが残ったということで、影響が出やすいということになりますね。映りはね、とにかく素晴らしいと思います。まあ、順光で限ってですけど、ピント合わせもね、ファインダーの状態が良くなれば、しっかりピント合わせできると思うんですけども、まあ、これはちょっとね、状態が悪くて、群間部の分解がね、もう見てくれからにね、すごく複雑そうでやめたんですよ。だから、一番前のレンズはね、綺麗にしたんですけど、一番肝心なね、その反射面のね、ピント合わせでですね、レンジファインダーの、ところが綺麗になってないもんでね、すごくピントが合わせづらくて。で、分解しようと思ってね、調べるんですけどね、もうこのカメラがあまりにも希少すぎてね、分解の、分解してる人のブログとかがないんですよね。すごくね、流通量が少ないカメラになります。1年ぐらいしか売られてなくて、マミヤ、メトラ、メトラ2、オートメトラ、なんかいろんな種類があって、コロコロモデルチェンジしてるみたいでね、どうも販売台数は少ないみたいなんですね。ただね、もうデザインがね、すごくいいと思うんですね。この、なんていうんですか、メカメカしいっていうんですか、対戦中の戦車みたいな感じのね、デザインで、戦車マニアとかも喜び、もう特にこの辺なんかもうね、戦車っぽくていいじゃないですか。これがね、その防弾プレートみたいな感じでね、もうとにかくね、デザインが好きでね、このカメラね、プライベートでもまだ使おうかなと思ってるぐらい、もうデザインだけでね、ただ僕の、マミヤオートメトラは、シャッタースピードがバルブと、250/1と500/1しか使えません。まあ250と500でしか切れないんで、今回ね、400のフィルムで撮ってきたというわけなんですよ。スローシャッターが使えないんでね、100とか、フィルム100とか入れると、ちょっと暗くなったらもう100/1、125/1とか60/1使いたくなるんですけども、それも動かないんでね、仕方なく400を装填してきたんですけどね。そんなわけでね、ちょっと流暢感が目立つ、写真もありましたけどね。今回の、カメラどうだったでしょうか。このタミヤさんのね、名前をなんて、なんとか、消したいんですけど、まあ、皮を張り替えると色変わっちゃうし、微妙なとこなんですけどね。うん、やっぱね、マミヤのカメラレンズいいと思います。セコールレンズでね、有名ですよね。ただ、そのピントが合わなかったらどうしようもないんですけど、ピントが合ってる写真はね、もう一枚だけジャスピンがありましたけど、ものすごい解像度で撮れてると思うんで、このカメラ結構ね、楽しめると思うんですね。カラーフィルム詰めても面白いかもしんないね。どっか旅行に行くときにでもね、家族写真撮るのにカラーフィルム入れて、撮ってみようかなと思います。まあ今日のね、カメラ紹介はこんな感じになります。でここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今回のトップバッターはダムお猿さんでいいかな。から2枚ですね。タイトルは1枚目秋なのに、2枚目が、踊るアフロということで、カメラはね、1枚目がコニカ、A コム1っていうのかな、これね、アコム1っていうのかな。ヘキサノン AR50mmF1 っていうのは僕もずっと狙ってるカメラですね。フィルムはね、富士カラーの100。2枚目はね、ミノルタ XGS。MD ダブルロックオール 28mmF3.5。フィルムはコダックカラープラスを使用しているということですね。作品なんですけど、これ1枚目なかなかですね、猫じゃらしのね、真ん中にね、タンポポ、狂い咲きしたタンポポがポツンと、秋なのにタンポポが咲いているということでね、光もね、
と柔らかい光に包まれてる感じで非常にいい感じになっております。2枚目の方はね、面白い写真ですね。この踊るアフロということで、これも木なんですけどね、アフロヘアーみたいな感じで、3人ね、その踊ってる感じに映っております。光もたっぷりありまして、いい青空に映っておりますね。ダブルロックオール 28mm、こんな使い方があるんですね。はい、ダムお猿さん、ありがとうございます。次はね、今回フィルムの提供いただいた、ケイジロウさんの、作品ですね。タイトルがね、金粉？いや、花粉ですね。カメラニコン F、レンズがニコン、マイクロニコール PC オート、55mmF3.5。フィルムはコダックエクター100ですね。花びらの赤の中に金色にキラキラ光る花粉が目を光りましたということです。これなんですけどもね、これカラーネガーでね、この発色素晴らしいと思いますね。で、暗いところのね、流浄感も割れてないんですよね。このフィルムなかなかいいですね。いや、赤がね、もうちょっとショッキングな赤がドーンときまして、この作品を、次回からタイトル画面にさせていただきます。ケイジローさん、ありがとうございます。次はね、長州薩摩さんの作品ですね。散歩がてら防衛省前の歩道を撮影しましたということで、タイトルは散歩道。カメラがニコン F3、レンズがね、ニコール AIS50mmF1.4、 フィルムがね、富士フィルムスペリアプレミアム400ということですね。この作品なんですけどもね、まあ、東京のね、街路樹の下を、散歩道になってるんですけど、まあ、秋らしいね、枯葉が、たくさんね、落ちてる、写真になってますね。これ、縦構図でもよかったかな。こんな感じで、ね、縦構図でもよかったですけど、まあまあ、そつなく抑えられてるフィルム、写真だと思います。光はね、ちょっと柔らかい光が差し込んでいて、秋らしい雰囲気が出ておりますね。はい、長州薩摩さん、ありがとうございます。次はね、イクオさんの作品で2枚。作品投稿ここでお願いします。ライブで話題の 135mm レンズで撮りましたということですね。カメラペンタックス K3、 レンズがね、リコー XR リケナン 135mmF2.8。 これ富岡工学製ですね。2枚とも同じですね。1枚目のタイトルはないのかな。タイトルはなさそうですね。写真なんですけどもね、1枚目2枚目ともに光はもう一つ、なんですけどもね、解像度すごいですね、このカメラ、レンズですね。背景ボケもしっかり出ております。2枚目の方はちょっと構図が中途半端だったかな。僕だったらね、こんな感じで狙いますかね。もうちょっとね、枯葉をね、メインにターゲットにしたら、被写体としては、良かったかもしれませんね。まあ、好みにもよりますけどね。はい、イコさん、ありがとうございます。次はね、サムライジャパンさんから2枚。1枚目がね、地表に映える。カメラがコニシロクパール3、富士プロ 160NS 仕様で。2枚目がね、夕立の港で、ペンタックス K01、SMC タクマ 50mmF1.4 ということですね。写真なんですけど、これ1枚目ね、後ろの方に燃えるようなね、赤い紅葉が映ってるにもかかわらず、こちらの写真をね、撮ったということでね、これ光がものすごく強い状態で、地表にね、くっきりと影を落としておりますね。で、2枚目が素晴らしいですね。これ多分、夕立でね、車の中に逃げ込んでから撮った写真になるんでしょうけど、見事な玉ボケ。これね、タクマこんな綺麗な玉ボケ出るんですね。SMC タクマ 50mmF1.4、いいレンズになってますね。この写真ね、タイトル画面考えましたけど、ケイジロウさんのね、真っ赤な鼻にちょっとやられましたね。はい、今回の作品投稿のコーナーはここまで。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はね、ガメラさんの俺のカメラですね。おたきさん、こんばんは。俺のカメラのコーナーに投稿です。
コンパクトカメラの電子時代の U、ヤシカエレクトロ 35G とコニカエレクトロンです。どちらもカメラの北村でジャンクコーナーからそれぞれ500円で救出したものです。分解整備清掃でどちらも復活。コニカはすでに試写済みで問題なく使えます。次はヤシカの試写です。っていうことですね。これね、ヤシカ3、エレクトロ 35G ですね。僕が持ってるのは GS なんで、ちょっと違うのかな、これ。はっきり見えないけど、ヤシノン DS だから、ちょっと古いモデルになりますけどね。これも富岡光学製のレンズなんですね。で、コニカエレクトロンなんですよね。コニカエレクトロンは僕も持ってますが、まだ試写してないんですね。これ、和孝さんからね、いただいたんですけど、どんな写りをするのか非常にね、楽しみなんですけどもね。画面さん、もしいいのがあったら送ってください。送ってくれたのかな？ちょっとわかんなくなっちゃった。画面さん、ありがとうございます。今回は、ここまでということになりますね。やったやっちまったのコーナーをお休みになります。まあ、秋が深まってきて、もう紅葉もね、ほぼ終わり。今日ね、ちょっと、エナ橋のサービスエリアに入って、ちょっと2時間ぐらいね、そのサービスエリアから脱出していろいろ撮ってたんですけど、もう、中山道は紅葉はおしまいかなーって感じですね。もう色がおかしくなって、汚い色になっちゃってました。でね、まあ、写真を撮るにはちょっと厳しい季節になってまいります。日没がね、早くなってきますし、色がないね、季節になっていくんですけども、こういう時はね、夜の写真を撮るのもありですね。カラーネガのね、400とか800、まあ800は先もないけど、400とか入れて明るいね、50ミリの単焦点とかでね、夜のね、街を撮るとかね、そういうのもおすすめになってくるかもしれないですね。イルミネーションの写真、これからね、イルミネーション、クリスマスにかけてね、いろいろありますけど、まあ今年はコロナ禍なんでね、イルミネーションに関しては中止になっていくところが多いでしょうし、東京とか大阪とか感染がね、多いところではちょっとね、人出が多いところにね、出かけるのはちょっと危険ということで、街中のね、近所のね、イルミネーションでなくて、まあ、その街明かりとかね、ビルの屋上からね、その街明かりを撮るとか、まあ、長時間旅行で、車道を狙うとか、まあ、いろいろね、工夫してね、写真を撮っていけば面白いのが撮れるかなと思います。今日の動画はここまでになります。で、次回の動画なんですけどもね、あれ、どこ行った？はい、次回の動画ちょっとどこ行ったかわかんなくなっちゃったんで、一旦止めて切ってます。このカメラでのね、紹介ですね。これキャノン EXEE というね、カメラになります。一眼レフカメラ、廉価機なんですけどもね、当時のキャノンの廉価機なんですけども、このカメラが非常に変わっておりますですよ。もうね、ファインダー覗いた瞬間に、うおーって言いましたもんね。まあ、それぐらい変わったカメラになります。こうご期待ということでね、どんな写真が撮れるか、モノクロで撮ってきてますんでね、このカメラもちょっとカラーで撮ってみたい気もしますけどね。はい、今日の動画はここまでということですね。高評価、コメントの方、どしどしお願いします。高評価はね、もうポチッと押すだけなんでね、ぜひぜひ今すぐ押してください。コメントの方ね、頑張ってね、全部、返信していこうと思ってますんでね、見落としのない限りは全部返信しようと思ってますんで、何か感じたこととかね、ありましたらね、ぜひコメントの方お願いします。で、チャンネル登録の方ね、どしどし増えていっております。順調ですね。安定してね、増えていってるんですね。120人から130人、上下することもなく増えていっておりますが、まだまだチャンネル登録、お願いします。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後まで見ていただきありがとうございました。ごきげんよう。さようなら。